どうやら俺親友のようだな。押し流せ。さあ次だ。気を抜くない。退屈させない。ねじろ。うっ、飛んでけ。次行くぞ。行くぞ。射撃。うし。退屈させるな。やれ。ねじれろ。うっはっ、飛んでけ。どこを見ている。やるか。コンうし。俺を楽しませろ。まだ報告がある。早く帰るぞ。つまらん任務なら俺は帰るぞ。集落内を見て回ったが、怪しい点は見当たらなかった。場所の特性に由来する事件という線は切っていいな。ここまでは住人との遭遇を避けてきたが、探りを入れた方が早そうだ。あの男、見たところ仇の人間だな。とりあえず話を聞いてみるか。すみません。おう。少しいいですか。ああ、もちろん。学生さんだよね。見ない顔だが、こんな年寄りばっかりの村に何か言うかい。思ったよりフレンドリーだな。もう少し排他的な反応を想像してたが。ああ、実は野鳥の観察が趣味で、フィールドワークに来たんです。さすがに苦しいか。そうかい、そうかい。そりゃいい趣味だ。確かにこの辺りは自然豊かだしね。ええ。それで少し困ったことが。ここまでは親の車で送ってもらったんですが、仕事の都合で迎えに来られなくなってしまって、どこか泊まれる場所があればなと。そうかい、そうかい。それは大変だね。ああ、そうだ。何軒か先に民宿みたいなことをしている家があるから、そこを訪ねるといいよ。ありがとうございます。奥野さんって人の家だからね。何もない場所だけど、ゆっくりしておいき。他の人にも話を聞いてみるか。いたいた。あなたは。君が宿を探している学生さんだろう。だったらうちに泊まっていくといい。確か奥野さんでしたか。そうだよ。さっき連絡があってね。じゃあお言葉に甘えて。夜ご飯は私たちがうんと美味しいものを用意するからね。山菜は好きかい。まあそれなりに。そりゃよかった。採れたての山菜の天ぷらは最高よ。奥の山地に集まってみんなで食べましょうか。はあ。ああ、ここにおったのか。うちで採れた新鮮な野菜、食ってみんか。次から次へと。そんなに若いのが珍しいのか。いや待て、こいつら全員。
まあなんだ、こんな場所で立ち話もなんだし、とりあえず家へ来ないかい？もう少し野鳥を観察したいので、夜になったらお邪魔します、奥野さん。ああそうだった、じゃあ待っているからね。行くぞ、シャキ。うし、大どうやら俺たちは親友のようだ。バルト、押し流せ。次行くぞ、やる。シャキ、うし、退屈するなよ。ねじれろ。ぶっ飛ばす。はっ、やらせん。行くぞ、シャケ。うし、俺を楽しませろ。やっていけよ。ねじれろ。うし、次行こうぜ。行く。俺、どうやら俺たちは親友のようだ。あの、ねじれろ。ふっ、あっ、どんだけ。やる、コン。うし、退屈させるな。やれ。ねじれろ。避け避け。